あれ？どうしてスバルが庭の手入れをしてるの？ラムのやつが食あたりで体調が悪いらしくて、レムだけじゃ大変だから手伝ってんだよ。すみません、スバル君。姉様も明日には良くなると思いますから。残念ね。天気もいいし、お弁当でも作って遊びに行こうかと思ったんだけど、難しそうかしら。いや、簡単だ。すぐに終わらせるからちょっと待ってて。あ、おっきい。この子一体何かしら。これは不思議な気配だね。おいおい、警戒することないって。多少でかいし不気味な色だが、これはただのカエル。舌長。みんな絡め取られちゃったわね。そしてこの後は、このスバー。あれ、ここは。目が覚めましたか、スバル君。ああ、生臭。なんだこりゃ。私たち丸飲みされちゃったものね。で、気づいたらここに。パックの話だと、ここはルグニカ王国ではないみたいよ。お腹の中が別の場所に繋がってたんだよ。転移魔法の一種だね。どっ、キャル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 。ねえ、なんだか変な声が聞こえない？キャル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 。なんだよあれ。キャベツの大群が空を飛んでる。待って、大群の後ろから強力な魔力が。エクスプローション。キャリー。大群が一瞬で。気持ちよかったです。はあ。さて、形の残ってるキャベツを回収するわよ。こんがりしたキャベツは晩ご飯に仲間入りね。お、そこに誰かいるのか。まさか爆裂魔法で怪我してないよな。おい、今のキャベツはなんだ。てか、なんで野菜が空を飛んでんだよ。ありえねえ。ジャージ？もしかしてこいつ俺と同じ転生者か。おかしなことを言いますね。野菜は飛びますし、サンマは畑で採れる。常識じゃないですか。そうなの？知らなかったわ。僕たちの知ってる常識と違うみたいだね。ちょっと聞きたいんだけど、ここは一体どこなんだい？どこって、駆け出し冒険者の町、アクセルよ。アクセル？そんな名前の町、聞いたこともありません。ああ、もうどこなんだよ、ここは。それもこれも、あのでっかい虹色カエルに食われたせいだ。でっかい、虹色カエル？カズマさん、カズマさん、でっかいカエルって、まさか。おや？君たち、心当たりがありそうだね。教えてもらえるかな？その前に、まずお互いに自己紹介だ。私の名はダクネス。その男はカズマ。こっちはアクア。地面に寝ているのがメグミン。みんなでキャベツの討伐クエストに参加していたところだ。あなたたちは？私はエミリア。そしてこっちが契約精霊のパック。どうもよろしく。レムはロズワール邸のメイドです。ロズワール？聞いたことないわね。そしてこの俺が、夏希スバルだ。夏希スバル。名前からして間違いないな。こいつ、俺と同じ転生者だ。ここで話すのもなんだし、俺たちの屋敷に来ないか？特にスバル、お前には話がある。俺に？まあいいけど。決まりだな。
でっかいカエルについてもそこで説明するよ。このスバ、さあ新しい冒険の始まりよ。この程度ではまだまだ不足、不出来、不十分。精霊術の使い手を甘く見ないこと。私はカエルを探さないといけないの。急っ、このスマ、こんな格好を皆に見られるとは。ギリギリまで抵抗してみる。即と味わうがいい。次の冒険が私を呼んでいる。通りすがりの大魔法使いです。レムがお守りします。敵はなかなかのやり手だぞ。勝利ですね。レムが相手です。ニュー！どんなご褒美だ！準備万端です。お兄様、私やりました。このスマ、こんな格好を皆に見られるとは。我が力、思い知れ。お苦かった勝利ですね。打っていいですか。負けません。深淵より来たれ。お苦かった勝利ですね。私の水着姿で変な妄想をするな。はっ、この一撃食らうがいい。準備万端です。